自発性筋肉痛とは、慣れない、もしくは激しい運動を行った後の数時間から数日間に筋肉に感じられる頭痛及び筋硬直である。ドムズの主原因となる運動は、筋肉が収縮方向とは逆方向に引き伸ばされながら力を発揮する運動である。筋肉を収縮させながら力を発揮する運動では、ほとんどドムズが生じない。例として、 筋力トレーニングにおけるベンチプレス運動を大胸筋の視点から見たとき、バーベルやダンベルを居上していく動きが短縮性収縮、下ろしていく動きが伸長性収縮となり、この場合は器具の重量に抵抗しながら、ゆっくりと下ろす動きが大胸筋の筋肉痛を生む主要因になる。他の例として、坂道や階段を駆け下りる動きは、たい4等筋や硬い3等筋に、 伸長性収縮を発生させる。骨格筋。痛みのメカニズムについてはいくつかの仮説があるが、統一された学説となるには至っていない。骨格筋は、数千本の筋繊維が束になり、この束を筋膜が包むように形成されるが、通覚を伝える。神経終末は筋膜には接合しているものの、筋繊維には接合していない。このため、 身長性収縮などによって筋肉が過負荷を受けた瞬間に痛みを感じることはない。よって筋肉痛の原因は筋肉自体の損傷ではない。ただし筋膜までも損傷するような疾患の場合は即痛みを伴う。一般的な説明として多いのは運動で生じる乳酸の一部が筋肉中の毛細血管に長時間残存し、これが筋肉への酸素供給を阻害して、 鈍痛を引き起こすという仮説である。しかし、伸長性運動の場合に、筋肉痛が発生しやすいこと、血液中の乳酸値が運動後比較的速やかに下がってしまうことなどとの矛盾が指摘されている。金鉄彦監修の著書、ランニング、スタートブックでは、蒸気回復過程において、血液が集まることにより、血が生じることが原因であるとして、加齢により、 筋肉痛の発生が遅くなることは、細胞分裂が衰えることにより回復に時間がかかるためとしている。一方、加齢による筋肉痛のピークの遅れはないとする研究も多く、タイミングの差により、年を取ったと卑屈になる必要はない。つまり、この手の話題は、気象に関する話題と同様、比較的毒のない挨拶のようなものとも考えられる。 トレーニング前後に下記を行うことで筋肉痛を予防したり軽減することができる。通常は筋繊維とその周りの結合組織の回復過程が収束するに伴い筋肉痛も自然に解消の方向に進む。痛みを和らげる方法としては下記のものがある。痛みについては 湿布を貼ることで痛みを軽減できるので効果的ではあるが、湿布は麻酔の一種であり、筋肉の損傷そのものを回復しているわけではない。痛みが軽減されたことで気づかないうちに無理をして、筋肉痛を悪化させたり怪我につながる可能性があるので注意が必要である。筋肉痛の強さはトレーニング量や運動時間に単純比例するものではなく、 有効なトレーニングに必ずしも筋肉痛は必要ない。前述の通り、身長性収縮を極力起こさないように運動を行えば筋肉痛を抑えることもできる。しかし、筋力強化や筋肥大を目的としてハードなトレーニングを行えば通常は筋肉痛につながる。ありがとうございます。